ちは、ゆりです。いっちです。ゆりチャンネルです。先日6月の5日はなんと僕たち出会って4年記念でした。イエーイ。もう4年だよ出会って。あっという間な気もするし、ようやくって気もするよね。そうだね、うん、あれは4年前だけど、出会った日のことは全部記憶してるからね。私も覚えてます。8時半に起きて、その日朝長くなるから、出会った日の再現動画もね投稿しているので。今なって大丈夫じゃん、うん、今日長いので。さあね、気になる方がいたらそちらを見てください。はい、じゃあ今日の企画なんですけど、今日はじゃーん、ロフトで1万円分ずつお互いにプレゼントを買ってきたので、プレゼント交換をしていきたいと思います。イエーイ。初めてじゃない？プレゼント交換。そう、案外プレゼント交換初めてなんですよ。そうなんだよ、初めてなんだよね、うん、今の時期お出かけがねできないので、うん、何かでも記念日だし何かしたいねっていうことで、今日はお互いのこと考えて買ってきたので、早速交換してく。うわ、楽しい。楽しみ。何選んでくれたんだろう。いやいや、もちろんゆうなのためにね。私もジロー君のことを考えて考えて選びました、うん、おー、いいじゃん。俺もね、もうゆるなのこと全部知ってるから絶対喜んでくれると思う。楽しみだな。ワクワクしちゃうね、うん、それじゃ早速交換していこっか。はい、せーの、レッツゴー。はい、おめでとう、はい、おめでとう。こっち交換するんだね。そうだね。これどっちから見せるの。じゃんけんにする。じゃんけん。そうだね、じゃんけんで負けた方、うん、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。どれからだ。うわ、いいじゃん、うん、何が出るかな、何が出るかな。じゃじゃん。おぉ、うわ、すごい。これはマジで嬉しい。まず一つ目はじゃーん、メイク用のスポンジです。うわ、これさ、よく覚えてたね、俺が欲しいって言ってたの。うん、逸郎くんがスポンジ新しくしたいって言ってたのを、うん、ちゃんと聞いてました。うわ、マジ、もう俺の彼女さすが。前買ったのが韓国で買ったので同じのは売ってなかったんですけど、うん、ちょっと似たような感じのものが売っていたので買ってみました。めっちゃ良さそうなんだけど。少量でカバー、ムラなく伸びる、毛穴レスツヤ肌だって。あ、はい、そう、ちょっと開けてみていい、うん、あのね、この形がね、すごく使いやすいんだよね。そう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 。 うわー、これしかもすげー柔らかい。なんか柔らかい、柔らかいね。うん、しょっぱだからマジで嬉しいぞ。まだまだあるから、うん、見てって。そうね、じゃあちょっと見てきます。続いて、なんかめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。じゃじゃん。うわじゃじゃーん、頬周りのエクササイズというものです。これは一郎がつけてたら可愛いかなって思って、前にさ、うん、2人でお買い物してる時に何これみたいな、可愛いみたいな一郎言ってたんだよ。これそうなんだよ、実はそれもよく覚えてたね。そうそう、あのね、表情筋あるじゃん、これをこうつけることによって簡単に表情が明るくなるというか。やってみてよ。やってみるか。こっちを上で、ほっぺを膨らます、引き締めるを繰り返します。1日 15×2 セットを目安に行ってください。だって可愛い。続いた。なんだこのシュールな絵。なんてして、なんて可愛いじゃん。頑張って、これでね、表情筋鍛えたいと思います。頑張って。じゃあ続いてこちら、じゃじゃん。わー、これシンプルに嬉しいやつ。これはリップスのワックスです。イチローくんがいつも使ってるワックスなんですけど、うん、ワックスはもう毎日さ、髪の毛セットして使うじゃん。だからいくら持ってても使うものかなって思って、いっぱいしないプレゼントかなって思ったのでこれにしました。合ってた。これで、いや、これ合ってる。よかった。うわ、すごい、これ超嬉しい。よく覚えてたね、ゴールドってね。俺があれワックスのセットする時とかこれちゃんと見てたんだね。うん、もちろん。ドヤ顔。もちろんだよ、もちろん、うん、大事に使います。続いて、いや、結構あるぞっていうか、うん、続いて、じゃじゃん。お、おー、タボリーノのおはよう酸化と UV スプレーです。これ実は前にもあげたことがあって。そうなんだよ。そう、イチローは夏結構日焼けしやすい体質なので、うん、日焼け止め必須なんですけど、やっぱ男の子って女の子みたいにさ、こまめに塗り直したりとか、うん、あんまりしないじゃん。そうね。だから UV スプレータイプだと面倒くさがり屋の男の子でもシューってかけるだけだから、ちゃんと使ってたから、使った。今年もプレゼントしたら使
使うかなと思ってこれにしました。え、これマジで嬉しい。これね、もうこうやってやるだけで日焼け止め完了。しかもこれ冷たいんだよ、うん、そう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 、こうやってひんやりする。暑いなとか思った時に制汗剤をつけるぐらいだったらさ、うん、日焼け止め効果がついた制汗剤を使った方がいいじゃん、うん、そう、匂いもすっきり系の柑橘系の香りなので、うん、これも男性にプレゼントしたら嬉しいね。ありがとうございます。じゃあ続いてはこちら、じゃじゃん、なんだこれ、え、なにこれ、これは塩と重曹の薬用歯磨きです。なんだこれ。一郎くんが毎朝カフェラテを飲むんですけど、うん、そのカフェラテを飲むことによってホワイトニングしてる歯がちょっと黄ばんできたりするじゃん、それを悩んでてずっとそう、だから自宅でできるセルフホワイトニングのものをプレゼントしたいなと思っていて、うん、ネットでいろいろ調べてたらこのね、薬用塩歯磨きが結構白くなるみたいなので、へえ、これはマジで嬉しい。自粛期間中があったからさ、ホワイトニングでも買えないし、うん、そう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 、こういうのも欲しいと思ってたんだよね。ちょっと自分も使いたいっていうのがあって、もちろん使おう使おう実際にこう使ってみて効果があったらね、おすすめっていう風にみんなにも教えたいし、うん、インスタのストーリーとかね、ね、見せます。使うの楽しみ。楽しみだね。よく考えてるね、プレゼントで。やっぱり気に入らなくて使わなかったら嫌だし、日用品にしようと思って。確かにね、日用品で攻めてみてる。ありがたい、本当に。じゃじゃん、あー、これも嬉しいわこれはカラトスシャンプーヒートケアのパープルです。これもね、もうさっきからさ、もう嬉しいしか言ってないんだけどさ、お前嬉しいしか言えねえのかよみたいなねこのシャンプーは俺がね、普段使ってるシャンプーで、ちょうどね、切らすとこだったんだよ。もう少しでなくなりそうだなっていうの知ってたので、うん、一番最初にカゴに入れたものです。すごいよね、なんか俺がさ、こうなくなるものとかなくなりそうなものをしっかり見てるっていうところがさ、ゆるなのすごいところだよね。よかったよかったもうすぐで髪の毛染める予定なので、うん、うん、もうこれもじゃんじゃん使っていきたいと思います。いよいよ最後だ。すごいね、1万円分って結構買えるね。案外買えるのねえ。それじゃあいきます。じゃじゃん、お、なんだこれ、うん、ちょっと待ってよ、なんだ、お、ビーアイドールじゃん、マジで片言ビーアイドールじゃんあれ、めっちゃ片言なっちゃった。じゃーん、これは10番を選びました。赤リップも私がね、いつも使ってるものを一郎くんに貸してたんですけど、うん、似てるみたいなので一郎くんにプレゼントできたらなっていうふうに思って、うわーで、いろいろカラー迷ってたんですけど、この10番のこのカラーが良さそうなカラーだったので選んでみました。いつも真っ赤とかじゃん、つけてるのが。だからちょっと落ち着いたカラーにしてみようかなって思って、選ばなさそうなカラーにしてみた。どうかな、こんな感じです。あー、いいね、落ち着いてる、すごい落ち着いてるでしょ。うん、すごいいい感じ。嬉しい、これもマジで似合ってる。なんか全部俺のさ、好みを捉えてる、今回のプレゼント全部これはもう全部大切に使います。ありがとう。よかったかな、全部。え、マジで、うん、超嬉しい。え、全部気に入ってる。よかった。最高最高。いや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 。ありがとう、マジで。喜んでくれて嬉しいです、うん、本当に。マジで嬉しい。じゃあ続いて、うん、私、いい見てって。一郎が何を選んでくれたかって、すごい楽しみなんだけど。じゃあまず、一、うん、つ目。うわっ、はい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 。これめっちゃ欲しかったやつ。マジ、うわー、嬉しい、これは。じゃじゃーん、ロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップのカラーはローズです。これね、今めっちゃ人気のやつでしょ。知ってる、俺これ調べたもん。すごいね、うん、これね、日焼け止めにもなるし化粧下地にもなるやつなんですけど、うん、一つが無色でこっちがローズタイプなんだよね。そう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 、そうだからこう肌に透明感とか血色感をこう与えられるというか、そういうのがすごいいいなって思って買ったんだよね。私これ本当に一番欲しくて今。マジで一番、まさか入ってると思わなかったので、うん、めっちゃテンション上がってます。よかった、俺も欲しいぐらいだもん、これ。なんならまた使ってみた感想とか SNS ですね、載せます。お願いします。嬉しいね、嬉しい、すごい。じゃじゃーん、あ、これは嬉しいよ。これエルジューダのポイントケアスティックです。これは私がめっちゃリピ買いしまくってるアイテムで、前髪とかアホ毛とかを防止するポイントケアスティックで。そうね、これも使ってるんだよ。短い髪の毛でもつけるだけで本当に綺麗にね、収まってくれるの。これてっぺんのこうアホ毛とかね。そう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 、これはもうゆりながいつも使ってるものなので、何かあってもね、足りないかなって思って。いや、ちょうどなくなりかけて。あ、そうなの。そうそうそう、あ、よかった。カバンにポンって入れて持ち運びもしやすいので本当におすすめなの。よく見つけられたね。うん、たくさん探した。よし、ここまでは順調です。続いては、はいはいはい、ちょっとこれ気になる大きいやつ。
フーミーのモイストボディクリームです。ボディクリームなんだこれ。そう、これじゃあちょっと開けてみよっか。うん、箱もめっちゃ可愛いね。そうなんだ、箱も可愛いんだけど、じゃじゃーん、可愛い、ほら可愛くない？え、めっちゃ可愛いんだけど。スピンクな感じでね。え、すごい可愛いんだけど。このフーミーっていうブランド、僕はね知らなかったんですけど、うん、見た目がすごく可愛いし、ユリナっぽくって絶対に喜んでくれるかなっていうふうに思って買ったの、これ。タイプ、デザイプ、うん、よかった。可愛くない？マジで。それが好み分かってるね。ね、めっちゃ可愛いよね。ちょっと出してみようかな。ね、実際出してみたら。無香料なんだ。私普段香水をつけるので、うん、そうだね、ボディクリームに匂いがついてるとちょっとガッチャンコしてさ、匂いがうるさくなっちゃう時があるんですけど、うんうん、無香料ね、嬉しい。嬉しい、うん、よかった。カラッとしてる。うん、でも保湿はねすごいされてる感じがする。これ全身で塗れるんだもんね。うん、え、嬉しいです、ありがとうございます。うん、これもちょっと大事に使ってくださいな。大事に使う。続いては同じくフーミーの、フーミーのモイスト BB クリームライトの下地ファンデーションです。フーミーのものをいろいろ揃えたのね。そうそう、あ、かわいい。え、すごい、めっちゃいいじゃん、サイズ感も。私フーミーさ気になってたけど使ったことなかったから、うん、これを機にフーミーハマりそう。フーミーいいよね、かわいいし、置いてあるだけで映えるよね。他にもフーミーのものが2つ入ってて、フーミーもマジ揃えてきたから。フーミーキラマルチライナーです。さくら2っていうカラーらしいです。え、かわいいんだけど。かわいい。かわいくない？この色。なんかピンクって言っても、うん、濃いピンクじゃなくて、ちょっとラメ感があるような、そうそうそう、ライナーなんだよね。え、めっちゃ使いやすそう。あー、これ絶対似合うのに。もう見えてる、見えてる。出てる。私目元に結構ピンクのせること多いので、ほんと使いやすそう。こっちが筆になってて、うん、これでぼかしたアイシャドウにもなるってことかな。これめっちゃ使えそう。でね、もう一つフーミーのロング&カールマスカラです。これもカラーがチェリーピンクなんだね。うん、え、めっちゃ可愛いじゃん。さっきのアイライナーとアイシャドウしてこのマスカラしたら絶対可愛い。可愛いよ、ほんと。このさ、フーミーなんですけど、うん、こう例えばプレゼントしてこう使わないなとかっていうふうに思われても、置いとくだけでオシャレだからさ。あー、そういうこと考えてくれたのね。そうだね、うん、男性が女性にプレゼントするときはそういうのをこうちょっと気にかけるといいかもしれない、ね、いや、大事ですよ、うん、女の子やっぱパッケージが可愛いだけで嬉しいので。そうなんだよ、置いてあるだけでもそれが可愛いからさ。そう、4つセットでさ、ね、置いて写真撮ったら映えだし、もう置いとくだけで可愛い。ね、可愛いよね、うん、じゃあなんか私のタイプだね、これは。本当にこんなに可愛かったんだ、フーミーって。これを機会に集めそうです、私も。ね、フーミーメイクとかやりそうだね。やっちゃいそう。でも本当嬉しいです、ありがとうございます。よっしゃさあ、あと2個です。まず1つ目がはい、はい、これはね、クナイプか。そう、クナイプのバスソルトなんですけど、夜になって最近めっちゃバスソルトにハマってるじゃん。そうなんですよ。ポップ&バレリアンの休まる香りだって。そうそうそう、こういうさ入浴剤だったらさ、こう一緒にね、お互いで使えるものだし、一緒に入れるね。自粛期間楽しみってお風呂とかさ、そういうものに限られてきちゃうから、うん、最近いっぱい集めてて、クナイプのこの種類は使ったことがなかったので、すごい楽しみです、入るのが。早速今日これで一緒に入ろう。そうだね。最後も実はじゃじゃーん、バスソルトだ。わ、これすごい、こんなんあるんだ。そう、これはね、睡眠美容安眠ちゃんっていうやつなんですけど、へー、寝不足で頑張っちゃう女子へっていう風に書いてあるから、うん、家になって寝不足気味というか、そうだ ね、 ね、これでね、安定してほしいなっていう風に思って買いました。こんなんあるんだね、やっぱロフトならではなのかな。うん、多分そうだと思う。入るの楽しみです。ね、すっごい嬉しいです。よし、嬉しいわ、俺もよかったありがとう、すっごい気に入りました。あ、よかった。これ1万円で収まった？ね、1万超えましたね。だよね、超えました。なんかちょっと多かったから、あげたいものがありすぎてね、まあ、ちょっと越しちゃったんですけど、ありがとう、まあそれぐらいいいかなと思って。ありがとう、本当に、イエーイ。皆さんいかがでしたでしょうか。今日は出会って4年記念日ということでプレゼント交換をしてみたんですけど、うん、楽しいね。楽しい。ブランド物とかでも全然いいと思うんですけど、やっぱり大事なのは金額とかじゃなくて、こういうお互いが本当に欲しいものというか、うん、もらったことも嬉しいし、普段から自分のことを見てくれてるんだなっていうのが感じられるのも嬉しいし、うん、あ、確かに自分のために選んでくれたこととか考えると嬉しいし、ね、内縁縛りとか言って
レゼント交換するのもすっごいおすすめだね。うん、俺もそれ思った。4年も付き合ってると何プレゼントすればいいか分かんないとかってなるじゃん。うんうん、だから縛りをつけて、うん、そう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 、楽しいねこれ。そうそう、楽しくプレゼント交換するのがいいと思うんでね。ぜひぜひ皆さんね、記念日が近い方だったり彼氏とか彼女に何あげたらいいか分かんないっていう方はぜひぜひ参考にしてみてください。じゃあ次は6月27日だね。そうね、そこが付き合った日記念日なので、また6月21日になったらいろいろお祝いとかね、そうね、したいと思います。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。それでチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いします。 SNS もよろしくね。それでは終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。いつもありがとう、ゆうちゃん。ありがとう。なんで声高いの？なんとなく照れちゃうから。ありがとう。なんでこれ拍手なの？